アカデミックインターンシップとは、在学中に専攻分野やキャリアに関連した就業体験を行う制度のことです。中央大学は全国の大学に先駆けて正規授業科目として単位認定されるアカデミックインターンシップを導入しました。アカデミックインターンシップは全学部で実施され、充実した受け入れ先が特徴で、参加学生数は年々増加しています。ここで実際にアカデミックインターンシップを経験した学生に話を聞いてみます。はい、僕は東京都狛江市に2週間インターンシップに行かせていただきました。きっかけとしましては、公務員か民間企業かとても悩んでいましたが、僕の中では公務員になりたいという気持ちがとても強かったので、その公務員になりたいという気持ちがよりもっと正確なものになればなというふうに思いまして、インターンシップに参加させていただきました。インターンシップに行くまでは、公務員という仕事はとてもお堅いのかなという印象もありまして、少し不安に思っていた部分もあったんですけれども、実際に行ってみて、とてもフランクな方が多くて、自分という人間も働くことができるなというふうに素直に思うことができました。こういった経験はインターンシップに行かなかったら分からなかったことですので、すごく大きな収穫になりました。今後の目標は、公務員試験にしっかりと合格をして公務員になるということですし、このインターンシップでの経験をしっかりと生かして、今後の生活に役立てていきたいというふうに思っております。ビジネスマナーやプロと一緒に働くための心構えなどを学ぶ就業体験前の講義・演習や就業体験後の成果発表など、実体験をより自分のものにするためのプログラムも充実し、学生をサポートします。